椎骨動脈とは、首付近に左右に2本存在する脳を栄養する重要な動脈の一つである。左の椎骨動脈は、左鎖骨下動脈に、右の椎骨動脈は、右鎖骨下動脈に由来し、第6頸椎から第1頸椎にかけて存在する左右の横と構内を、下から上に貫通する。このような場所を走行しているため、首を後ろに大きく曲げる姿勢を取ると、 この動脈が圧迫される。結果、この動脈での血流が悪くなり、脳への血流が不足したりすることもある。また、首を口屈させる姿勢を長時間取り続けると、場合によっては、動脈内に血栓を生ずることもあり、その後、首を動かすなどして血流が回復した時に、脳へと血栓が飛んで、最悪の場合、脳梗塞を発生させることもある。 第一頸椎の横と穴を出ると内側に蛇行し、硬膜を突き破って、脊髄口内に入り、そのまま脊髄に沿って、大口頭口から脳内に入る。脳幹部に入ると、左右それぞれ円髄の前、外側を上行し、円髄と端の境界の高さで左右が合流して一本の動脈、脳底動脈となる。頸髄の高さでの椎骨動脈からは、脊髄動脈や、 筋枝を分岐している。また脳内に入ってからは、全脊髄動脈、左右の後脊髄動脈、左右の効下小脳動脈、左右の後鉱膜動脈を分岐する。脳底動脈となってからは、それぞれ左右の前、下小脳動脈、上小脳動脈を分岐した後、左右に分かれて5大脳動脈となり、五交通動脈につながって、ウィリス動脈輪を形成する。 椎骨動脈が栄養する器官には、脳底動脈移行を含めて、以下のものがある。椎骨動脈及びその分子の狭窄や閉塞、乖離により、脳梗塞や脳出血、蜘蛛膜下出血を起こすことがある。蒸気のようにこの血管が栄養している器官は、生命維持に関わる部分であるだけに、椎骨動脈や脳底動脈本管の完全閉塞などの重大な病変では、 致命的となることがある。ただし、椎骨動脈そのものは左右に2本あるため、どちらか一方が完全閉塞しても全く症状が現れないことが多い。正常でももともと左右のどちらか、一方だけが発達しているのが普通である。パラン、アンドレ、カーペンター、エス・ヒューマン・ニューロアナトミー、ナインス・エド、メディア、ウィリアムズ・ウィルキンズ、1996 ピアニッシモ98から113、ISBN0683067524。ありがとうございます。